皆さんお元気ですか？菅野直樹です。本日も出前牧師菅チャンネルにようこそいらしてくださいました。どうぞお入りください。最後までご視聴していってください。またグッドボタンやまたチャンネル登録等もお待ちしております。さて、2月2日本日火曜日ですが、試練は神と私を結びつけるという題でお話しいたします。歌は幸せ運べるようにです。人生を振り返ってみると、私の人生、試練の連続だったなと思います。神を知らない時の試練は現実逃避をしたり、何かで紛らわせる、気を紛らわすしか方法がありませんでした。なんで俺ばっかりってこうつぶやいたものです。でも神を信じたとは違います。試練というのは神と私をしっかり結ぶベルトのようなものです。ベルトがなければズボンが脱げてしまうように、人生に試練がなかったら簡単に神を忘れ、神を必要としなくなってしまう、そういう可能性があるのではないでしょうか。私を含めて人生において試練がない人は誰もいません。身から出た錆ゆえの苦しみというのがあります。人に迷惑をかけないように正しく誠実に生きていても試練はやってきます。些細な試練であるなら日常茶飯事だろうと思います。家庭や職場や学校、地域、さまざまな人間関係、経済の問題、どんな種類の試練であっても、試練は実は神と私を結びつけるベルトのようなものです。自分の不甲斐なさのゆえの苦しみであったとしても、神は許しの神です。決して外れないベルトであなたをしっかり結んでくれます。予期せぬ大きな試練も、神がいるのになぜと疑問が湧いてくることがあっても、祈ればすぐに神とあなたのベルトが結ばれます。どんな試練もベルトのように神とあなたをしっかりつなぎ止めてくれる。試練は神抜きに考えたらマイナスでしかありません。しかし神を信じる人が会う試練はどうでしょう。マイナスがプラスに変わり、感謝につながっていきます。作家の三浦綾子さんは、病を背負いながら夫婦で二人三脚でその人生歩まれました。病は私の宝ですと言った。詩人画家である星野富弘さんは、神様がもう一度生まれ変わらせてくださるとしても、今のままで生まれ変わりたい。いやー、やっぱり健康な体がいいんじゃないですか。いや、お断りしますって、今のまんまで十分幸せですからってこう言ったんですね。まあ、これこそですね、この二人は試練が神様としっかりベルトとして結ばれている生き方ですね。その結果、その弱さは強さに変えられ、神様が慰めてくださり、今のまんまで幸せだって言い切れる。皆さん、神はあなたを招いています。そして神はあなたを愛しています。そして共におられます。そのお方を結びついて一緒に生きていく、永遠に生きる、皆さん、これこそが私たちにとって一番の幸せです。どうぞそんな人生を歩んでいきたいと、そう思いますね。幸せ運べるように。自信にも負けない強い心を持って、亡くなった方々の分も毎日を大切に生きてゆこう。傷つ響き渡る
最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。その時までごきげんよう。さようなら。